皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はこちら、iPhone の Everyday Looper というアプリケーションを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。結構古いアプリなので、今更紹介するのも何かなと思うんですけれども、久々に遊んでみたらすごく面白かったので、皆様に紹介してみようかなと思った次第です。そんな動画です。早速遊んでみましょう。Everyday Looper。iPhone の場合は4トラックまで録音することができます。で、使い方がむちゃくちゃシンプルで、この録音したいトラックをタップすると録音が始まります。いきますよ。指を離します。録音がスタートしています。で、もう一回タップすると、録音が終わると。で、この後に他のトラックも録音してみようかなと思ったら、同じようにタップをすると、録音が始まります。この横に紫色のグラデーションが出ているのがわかりますでしょうか。これの意味としては、一周したら録音が始まります。今、録音が始まっております。今、録音が、ああ、トラック2の人に何か起きたみたいですね。で、同じようにトラック3とかも録音予約をして、再生をしていって、こっちまで行くと、トラック3、トラック3。なのはよくわかんないですけど、そんな感じです。で、その他の操作はすごくシンプルで、例えばこのトラックを音量を上げたいとするじゃないですか。そしたら右側にスワイプをすると音量が上がります。逆に左側をスワイプすれば音量が下がると。で、このトラックを消したいという場合もすごくシンプルで、2本指でスワイプをするとトラックが消えます。で、今これ全部トラックがない状態という感じです。何かしらその録音をして、なんかこのボイスパーカッションとかしたりとかして、トラックを録音したら、とりあえず1回タップして録音を止める。で、その次のトラックをタップして録音予約をするわけです。で、このバーが最後の方まで行ったら、トラック2が今録音され始めてますね。チャカ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 と。で、その次のトラックも録音だ。行くぜ。こっち側に行ったらまた録音予約だ。おら、今トラック3に突入だぜ。OK。こっちのトラックもまだ録音するぜ。おら、来た、こんちくしょう。なんか地獄絵図みたいな感じになりましたけど、まあそんな感じです。ちょっといろいろとまた違う使い方もしましょう。ツールというメニューを開くと、上からこのワッとスワイプするとメニューが開くんですけれども、ツールタブにあるこのクリックトラックジェネレーターというものを使うと、またいろいろ楽しいことができます。BPM100 で8ビート、2小節。ちょっとクリックを突っ込んでみます。そうすると何が起こるかというと、こんな感じで下段にクリックが入りました。で、これを聴きながら、いろいろこのパフォーマンスをしていくわけです。1番目のトラックを録音予約して、録音してみましょう。こんな感じです。そしたらもうこのクリックはいらないので、消去していきます。スイッ。トラック2にベースを入力してみましょう。で、そのまま重ね録音をしていきます。録音予約をして、その再生をしていくんですけれども、ここまで行くと録音が始まりますよね。で、この時に端っこの方をタップすると、ここまで行っても終わらずに、さらに重ね録音をしていきます。ちょっとこれをうまく使って、コーラスを作ってみましょう。こんな感じで、一気に1個のトラックに3つのコーラスを入れることに成功しました。次のトラックをやってみましょう。Thank you.
じ。で、再生をしているときに、端っこの方をこうタップすると、網線みたいなのが出てくるんですけれども、これが出ている状態でトラックを一周すると、全部ミュートになります。停止するわけですね。で、ミュート中に、この網網を迎え出して再生すると、今度は再生になります。なので、これをうまく使って、A メロ。最初は A メロとかで優しく歌おう。後ろのトラックも割とシンプルにして、これからこれから盛り上がりたいときに、すべてのトラックをオンにすれば、ちょっとは後ろが賑やかになるね。こんな感じで iPhone 一つで楽しく楽しくできる。 Everyday Looper 最高。そう思うでしょう、そう思うでしょう。そんな感じ。また面白いところとしては、ここのトラックを長押しして、他のトラックにこのドラッグすれば、マージ、合体させることができるわけですよ。合体。そうするとまたシャントラックが開くわけです。これを再生中に行うことができます。ちょっと行ってみましょうか。もう一回。再生中に。長押し、でトラック、合成。で、空いているところに、また新しいトラックを入力していくと。オーディション、そう思うでしょう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 、デラララタン、そう思うでしょう。そんな感じです。すべての使い方を多分説明したと思います。あ、まだかな。ついてたから全部やっておきましょうか。undo、redo をすることができます。ちょっと間違えたなと思ったら、間違えて消しちゃったなとかって思ったら、この指でスッスッとスワイプをするわけです。そうすると undo、redo になります。間違えて消しちゃったという場合でも、スッってやれば復活すると。そんな感じです。で、録音予約をしている状態で、この紫のグラデーションが出るじゃないですか。で、この紫のグラデーションが出ているときに、この紫部分をタップすると赤に変化するんですよ。そうすると何が起こるかっていうと、上書き保存になります。紫色の場合は重ね録音なんですけれども、赤色の場合は上書き録音と。こんな感じ。で、ちょっと失敗こいたと思ったら、またこのね、すすってればリドゥ。思うでしょう、思うでしょう。そんな感じです。この辺の使い方をマスターしておけば、まあ、十分楽しめるんじゃないかなと思います。エブリデイルーパー、ぜひ試してみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いしましょう。さようなら。